今回の依頼内容を教えてください。FC チャンネルさんに、えー、僕の,のフランチャイズの展開をサポートしていただきたいです。サイガファーニングフランチャイズバージョン。ではどうぞ。 依頼者の椅子に座るのは目利きの虎三浦令和の虎がフランチャイズの妄想へと挑むタイガーファンディング己の野望を胸に目を光らせるではまずご経歴をどうぞ三浦哲郎年齢四十六歳住まいが東京ですで今の仕事が、えー、グループ会社とりト,トリアイなグループの会長職やってます、えー、では次に今回の依頼内容を教えてください はい、えー FC、FC チャンネルさんに、えー、僕の,のフランチャイズの展開をサポートしていただきたいですではあなたが思い描く未来の姿は高年齢者のための買い取り店を3年で全国に、えー、584店舗展開したいですではオールアナセン新しい未来をつかみ取れキャッチザフランチャイズ皆さんはい。 僕横に座るのすごい変ですそうです僕も変ですこちらどうですか志願者の席はいやでもなんかわくわくしてますよそうですかずっとこっち側で座ってみたかったんで1回だけねちょっとパロディみたいのでやりましたよねパロディでやりましたねはいタイガーリクルーティングもなんで3回目ですね座るの三3回目ですねじゃあちょっと落ち着いてますよねはい大丈夫です てなことで、あの視聴者の皆さん、あのご存知ない方もちょっと見えるかもわかりませんけれども。うん、えっと、最近令和の虎タイガーファンディングにいつもご出演いただいている。えー、株式会社トリアーナ、トリアーナグループの三浦会長です。はい、お願いします。はい、じゃあ、改めて、はい、あのね、本当ね、あの復活。まあ、久し、しばらく自粛してましたんで。復活、ねはい、の第一弾にふさわしい大物が。お越しいただいて。え、知ってました?。こるって。<場>で <laughs> これって。はい、ガチですか?。 もちろんドッキリじゃないですドッキリじゃないですそうなんですよ、はい、っていうぐらいびっくりしてます、はい。ではあの三浦会長、はい、簡単なご経歴をよろしくお願いします簡単な経歴はい、えー、僕最終学歴は専門学校なんですけど、まあ、全然畑が違うようなテレビ制作の専門学校に行っててそこからあの営業畑でずっと仕事してましてで25歳で起業してその時はまあデザイン系の、ね、お仕事とかディスプレイの制作やってたんですけども12年前からリユース業に転身しましてリユース業で今 リユース会社四つ経営してまして、あと社団法人ですね。全日本鑑定士協会っていう、あの社団法人を経営してます。はい、で、まあ、リース、今リユースに特化したようなグループ会社として、あのー、活動してます。では、今回の依頼内容を詳しく教えてください。はい、えっ、ー、とですね。今、あの、買取店でたくさん乱立してるんですけども。えー、高年齢者が行きやすいような買取店、高年齢者の方ってお店を選ぶのがすごく難しいんで。高年齢者の方たち。 のための買取店舗を全国に展開していきたい。今現状でも2店舗直営でやってるんですけども、非常に好評なのでこのままフランチャイズ展開をしてあの3年で584店舗まで展開したいと思っています。ちなみにあの、はい、今の2店舗というのはやごはなんておっしゃるんですか。えっと小屋敷屋と言います。小屋敷屋。はい。タンスの小屋敷を現金化しますってことで、あのー、キャスティングも新庄剛さん入れてあのー、やってます。 なのでいやあの僕後で説明しようと思ったんすけど <laughs> はい肥やしで584まあ一応そのゴールを決めたかったんで3年間で584店舗まで展開するっていうのを目標であのやってます今の2店舗はどことどこです株式会社 FC チャンネル代表林直弘年商は衝撃のゼロ 学生企業から快進撃フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよフランチャイズの方が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導くどこ,とどこですえっ、ー、と今がですね武蔵井と三鷹であのやってますエアドロップでちょっと大手元に皆さんあるのはどうすればいいですか、はいえー、とエアドロップ今 普通の画面開いてる状態ですよ、ね、で僕あのところどころと言いますかあの資料をあのエアドロップでお送りしますんでそのまま承認していただければはい来ましたすごいな最新の資料の渡し方 <laughs> 高年齢者のための買い取り店を展開したいのとあと鑑定士を同時に憧れの職業にしていきたいっていうので学校も何、えー、ですかね一緒にへスタートさせてるんですけども まあそこののシナジーがすすごく重重要要なな展開のじゅじゅ部分で重要になってますちょっとご説明すると直営でやってる2店舗の今実績をちょっとお送りいたしますねでこれが今直近4か月のデータになってますはい、はい、もうそうしたらみんなが絶対同じページ見ますからねそうなんですねあの進め方を、えー、えバラバラにならないようにしたかったんでちょっとアプリの方でそう,そうですね、はい、これは考えつかなかったな まあ今こういう形で、まあ、3か月平均でいうと大体130万40万ぐらいの収益が出てるんですけども、うん、すごいですね、はい、えと視聴者の皆さんに伝わらないと思うんですけど、えー、11月から2月で、えー、利益で580万円出ております、はい、これ営業利益でか4か月ね、はい、売上げが20003000数百万ですね, 3>, そうですね 2> 3 2二0 0万かな、はいはい、といな利益率で20% ぐらいですね、すね最終の営業,営業利益で20%パ、はい、あ結構いいですね。これ、坪数はどのぐらいに10坪前後ですね。じゃ普通の、はい、書いておいて,おいて、ね、8坪ぐらいで多分できます。家賃は家賃は、えー、と20万前後ですね。20万前後といいますか、今、この三鷹手だと20万です。これはロイヤリティをかける前ですかロイヤリティは、えー、基本0円です。ロイヤリティは取る予定ではないですね。フランチャイズなのにフランチャイズですけど、 えー、他のフランチャイズさんと違うのって、物流が出ますんで、えー、買われた商品を本部の方に降ろしてもらうっていうスキームで、えー、そこで利罪を取っていくんですけども、そこも正直そんな、あの、利益を取るつもりはないんですよ。えっ、ー、と、弊社のでバックヤード業務で、あの、オークション会場やってますんで、オークションに出品してもらうことによって、オークションの手数料を買い手さんから取るというスキームで、そこで利益を取っていくと。だから、オーナーさんからは、 おそらく5%ぐらいの手数料の利益を取って買い手さんから5%で10%の利益って考えてますとにかく集める手を増やしたいってことなんですね株式会社ピナイン,インターナショナル代表茂木哲也会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営事業拡大は止まらない外国籍人材で未来を変える連続企業家のトラが志願者のマネジメントに切り込む と1かうう月間で、まあ、おそらく今で考えると平均600万ぐらいの商品が集まるのでそれの10%だと60万のロイヤリティを取らなくても本部の利益が出るっていう構造ですね、うんうん、あじゃあ FC チャンネルさんはその最後のオークションのところの利益も含めて取っていけるといことです、ねいやえー、今考えているのはイニシャルの方ですね、はい、加盟料の方はい加盟料いくらなんでしたっけ、えっと、500万です500万 ロイヤリティかかんないって買い取り業界ではどうなんですかあるんですか竹村さんまあないですね SV が結構 SV を重視しますみたいなところ多いので基本的にあのロイヤリティはそは SV の対価として取るっていうところが多いんですよだからロイヤリティかかんないってことはなんか立ち上げ支援みたいなのだったらあるかもしれないですけどずっと指導とか支援はしてくれるんですか、はい、します SV がが、えー、今、えー、鑑定士の方が 監督でそれから SV の方にもあってっ形ですね自分でオークション会場あるからその買い取ったもの自分で利益出すからロイヤリティいりませんって言ったらちょっと買い取り業界他のとこ困っちゃうんじゃないですかこれ武村さんおそらくなんか追随してくると思います皆さんそうしていくとは思うんですけど オークション会場持ってるようなもんなんですか、うんえー、と今、えー、持ってないんですけども、えー、始めようとしてます、ね、どこの,あのフランチャイー、フランチャイザーの本部もオークション始めたいっていうのでスタートさせてるんですけどなかなかそのオークションが立ち上げてからしっかり起動するというかね軌道に乗るまでは23年かかるんですよなんで今準備しててもあの弊社としてはそのオークション持ってるんで先行者の利益はあるかなと思って今の段階でスタートする。 うちはオークション会場持ってるからロイヤリティいらないよってそっちに儲けるからってことですよね。そういうことですね。だけどそれは、加盟する人には助かるけど、競合はたまったもんじゃないんじゃないですかまあそうです、ね。だからね、分かんないですけど、どこの塾だって、まあフランチャイズとかロイヤリティかかるわけじゃないですか。まあ、塾とは違うことで儲けるから大丈夫でロイヤリティいらないよみたいな言ってるようなもんですよね、要は。そういうことですよね。そう,そういう仕組みなんですね。 快早々目利きの虎が攻め込む三浦のペースで進むタイガーファンディング虎 vs 虎の攻防戦火花が散るまあだから勝てるんでしょうね、うん、けど取ってくれないとねあの僕たちに分けてもらう分がないからなって <laughs> 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 えでもガチな話そこはどうするんですか、はい、やっぱり、うん、本部的には、うん、FC 本部的にはあのねそこ欲しいじゃないですか本部っていうかはい えと FC チャンネルさん的にはそこのロイヤリティっていうのは結構構構造上あのオーナーさんに儲かってもらわないとあの発展しないんですよね<え>で今現状のその買取店舗ですとおそらく50%ぐらいのところが利益は出てないんじゃないかなと思ってましてかなりその乱列していると同じエリアの中にたくさんありますんで,でターゲット層もなんか皆さん同じようなところ狙って広告打ってるんででまあ全部の584店舗を黒字化させるとなると えー、ロイヤリティがないっていう方がロイヤリティが割と足かせになってるなと思いまして、まあ、簡単にちょっとフロー弊社の方のフローなんですけどおまた来たカボンさんここまでどうですかあでもそのオークションで売れるから、はい、っていうのが、うん、そのオークションで売るっていうのはちょっとよく分かっていんですけど、はい、その加盟店の人が集めてきた貴金属を貴金属は、えー、全体の割合でいうと3割ぐらいですねあとブランド品とか時計とか あとカメラもそうですし、えー、今7チャンネルオークションやってますんで着物骨董品でそれを買い取りして、まあ、自社のオークションに出すと買い手さんから、えー、大体低いので3%から高いので10%の手数料取れるんですよ骨董とかになると10%取れるんで,でそこで買い手さんの方から利益が取れるんであのフランチャイジーさんから、えー、ロイヤリティをもらう必要はないんですよね。そのフラランンチャイジーさんが集めてきたた、うん、買い取ったブランド品を 本来店舗で普通は販売するのにオークションに出してくださいってお願いすするってことですかえと今買取店舗で店買取をしてるフランチャイジーさんたちで店舗で自分たちで販売するっていうのはほとんどないんですよ。あのしてるというのはその在庫の,こあのコストといいますかね在庫を抱えるのがかなりその店舗で売るってなると多分1,000万ぐらいの在庫を抱えないとお店として機能しないんで。 そこの要は運転資金がロックされてしまうじゃないですかどちらかというと買い取り買取店舗の場合はフランチャイザーさんの場合は買い取ってどんどん換金していくって方が利益率が高いんでそっちの方がほとんどなんですよね。なので店舗で売るっていうのはないと思いますね。今のその買い取り店舗さんの方でフランチャイザーさんの方がフランチャイジーから商品を集められてないんですよ。 で今現状で弊社の方でも他社のフランチャイズさんのバックヤード業務はしてるんですよ買い取りして査定してってことをオンラインでやってるんですけど本部さんが何を買ったかっていうのを管理してないんで、えー、商品を送ってもらえないっていうのが今の現状であの店舗で何買ってるかなんて管理できないじゃないですか今の現状でいうと弊社の方はそれを管理できるようなアプリを作ってそのアプリで商品を買ってもらってるんで何が買われてるかっていうのを全部あの本部側がクラウドで把握してるっていう。うん 今あのこののの普通の最初の画面ありますよねそこになんかルックっていうアイコンあると思うんですけど、はい、これが、えー、と今、えー、買い取り店舗さんって買い取り伝票を書くのに細細かかい商品の詳細とと状態要はお客様と、えー、店舗側で誤認というか認識のズレが生まれないように詳細を細かくどこが傷ついてるとかそういうのを書くのにものすごい手間がかかるんですよね。 例えば指輪が3つあった時、どの指輪が1万円で、どの指輪が5000円だったのかっていうのは分からないんで、細かく詳細を書くんですけど、そこの認識のずれってかなり起きて、それでトラブルになることってあるんですよ。で、でえー、それを防止するためと、商品を何を買ったか管理するために、アプリ、皆さんあの、フランチャイジーさんたちにはタブレットを支給して、このタブレットで買い取りしてもらうと。で、これ今、ログインしてもらうと、あの、店頭出張って出るんですけど、店頭買い取りってすると、 このの定っっててていうをを押してもらってでカメラを起動するんですよね。それで写真を商品の写真を撮ると商品のまあ写真撮ってそれで使用するっていうになると下に選択が出るんですけどでその中で一番のジャンルはブランド品とかこうやって選択式になってるんですよ。 これで、えー、細かい色々これ個人情報とか入れてかいけないんで、この先も、あの、ちょっとややこしいんで、これをちょっと紙で説明すると、最終的に、ちょっと立っても大丈夫ですかはい。えっと、こういう伝票が、あ、これですね。商品を、えー、写真を撮って詳細を入れていくと、重要説明のムービーが流れるんですけど、見ましたって承認してもらった後に伝票が発行されるんですよ。さっき撮った写真は、この伝票内にはないじゃないですか。はい。で、でも、カメラを、 ま、お客様のカメラとか起動すると、はい、QR を読む。QR を読むと、そうするとお客様に買った商品の画像が出てると。何を買ったかっていうのが、こんな感じでタブレットでも、携帯でも出るんですけど、ここで、お客様がこの伝票で何を、1番は何だったのか、ここで言うと、1番ブランドバッグって書いてありますね、ルイ・ヴィトン。これが1番で、で、2番が、 これで3番がこれっていうのが画像で認識できます、できるんで、伝票と商品のズレが起きないんですよ。で、この商品自体は弊社のクラウドに情報上がって、在庫管理とお客様紐付けされて、個人情報をしっかりそのクラウド上で管理しますんで、商品が何買われたか、いつ買われて、どこで買われたっていうのが全部管理できると。で、その商品を必ず弊社の方に売ってくださいっていう契約なんですよね。フランチャイズさんの契約で。 逆に必ず買い取ってくれるんですね。そうです。必ず買い取ります。それで、診断、その査定もオンラインでして,してますんで、えー、例えばスカイプ、ズーム、あの、ライン査定をしてますんで、その時に、えー、金額保証しますんで、例えば10万円で提示したら、8万円で買っていただければ2万円が利益で、弊社は10万円で買い取りますって。で10万円保証しますと。ただ、実際、正確に見たら、それ以上の価値があると場合は11万をお支払いすることもありますそれ以下にはなりませんっていう最低保証をオンラインでして、で、 エビデンスアプリでそのルックってアプリであの画像で伝票を作って買ってもらうと伝票を作ってもらうで電票その伝票自体が弊社のクラウドの方で管理してるんで何の商品がいつどこで買われていくらで買われたってことは全部わかるとで個人情報も全部うちの方で保護するんで、えー、店舗側に個人情報を管理する必要がないとで顧客さんの再アプローチも弊社の方でしますっていうような形で集客していくと。 これお店が何なら鑑定する必要もないってことなんですね。ね、はい、ということはお店はただのもう人がその肥やしを持ってくる場所だけそれが高年齢の方が持っていきやすいあの愛着が湧くような店構えと、えー、接客対応をするっていうのが、えー、一番のメインでそこのノウハウに関しては弊社の方でやってる学校があるんですよ。学校の方で 実際そのオーナーコースってのがありまして、それが100万円かかるんですけど、それを無料でオーナーコース入れて、1ヶ月間授業を受けて、そういうようなノウハウを学べると。基本的に、あの、査定の仕方じゃなくて、調べるポイントとか、あの、問い合わせるときにどの部分を動画で見せればいいのかとか、そういった部分をえお教えするんで、それも、えっとですね、それちょっともう一回さっていいですか。今、ここの、ブックの中に、 こういう教材が、例えば、時計にしましょうか。で、こうやって時計の診断する方法みたいのが、これ学校で学べる教材なんですよ。で、こういったものを、あ,あの、アプリの中に全部入ってますんで、アプリ、あのタブレットの中に、えー、復習することもできますし、で、授業自体は、えー、これよりもっと、えー、内容濃いんですけども、それは、えー、1ヶ月間、オーナーになっていただける方には、 学校の方でで無料で1ヶ月間教えますとうんそ,れでそこの情報に関してはどんどんその新しい情報を更新させていくっていうようなのを、まあ、全部タブレット内に入れてるというわですねそうですねロレックスの基準外の傾向とコピー品はこういうものが多いですよっていうのがまとまってますねそうですねどこを見るべきかとかなるほど、ね、ええー、これああ、o、のデザインが違うんですねそうですそう,そうです ちょっと違うんですよその微妙な変化をルークで見るとかうこ,こうやって見抜くんだはいそれはマックスの O が上の部分が細いんだ、うん、そうです,そうです細いとかまあクラのコピーはちょっと太いですねそうですね <laughs> そういった微妙な違いっていうのは <laughs> そ,う、ね、そのそれ全,全ジャンルでこれ12年間ぐらい僕はずっと作り上げた知見なんですよそれを教材にしてそれを学校の授業で使ってるんで それがあのオーナーになると無料で学べますとで情報更新が常にあるんでそれはもう常にそのタブレット持っていただければそこのタブレットに新しい情報更新していくとすごいなこれ今日持って帰ったら僕そのまま見せできますねはね、い、だ,だからタブレットにしてるんです <laughs> <laughs> だから授業の方も全部タブレットにしてて一応持ち帰れないにしますおもしろいな,いな刻印の深さはいはあ<ー> ここで学べることを学びながら店舗をでその収益を上げられるというような形なんでかなりオーナーさん向け、まあ、フランチャイジー向けのパッケージになってるかなと思ってますねこれちなみに高齢者向けじゃないですかどっちかというと,、はい、となんか家取りに来てよみたいなあそれありますっていうのは結構ありそうじゃないですかそこなんですよ高齢者の方が、えー、一部持ってきます例えば切手を持ってくる金券を持ってくるとか、えー、ブランド品持ってくる。でただその ご家庭には例えばタンスとかミシンとかあの大きな骨董品掛け軸とかいろんなものがどのご家庭にも財産として眠ってるんですけど気づいてないんで大半のものもが捨ててられてるんですよねでそういうものを店舗に来ていただいた時にご案内してでじゃあ家に見に来てくれって言われた時は弊社の,その出張スタッフが代行していくとで利益の30%から50%を店舗さんの方にお返ししますっていう。 あそれれもややってくれるんですねやりますあのオーナーさん一人で店舗見れ,見れて、はい、あの人を雇わなくていいようなリソースいらないような仕組みにしてるんでこの診断のリソースもいらないですしあの求人アルバイトパートさんとかも雇わなくていいような仕組みにしてるんで全部その弊社の方で業務委託や派遣で <laughs> スタッフを送り込めますし出張に関しては100%サポートするっていう形ですね。と鑑定もしなくていい出張もしなくていい、はい でロイヤリティも払わなくていい絶対買い取ってくれる絶対買い取ります接客だけしっかりーリスクはいその接客の品質だけ担保してもらえるっていうことをしっかりやっていただければ利益が出せるお店になると思ってますそんなおいしいはは話があるはずないと思うんでカオンさんちょっと頑張ってください <laughs> ちょっとなんかいい話しすぎてちょっと今日 <laughs> 2つ質問があって 1>,、はい、1つはその集客のところで、はい、まあ今ってその 店舗さん目線だとかなりえっといいよねっていう話で,、はい、でお客さんを呼ぶためって結局お客さんからしたらどこの買い取り,りも大体その金額感が別に小屋し屋さんだから高く買い取ってくれるっていうわけではないと思うので、はい、そ,そこの集客ってどういうふうにえっとです、ね、今、えー、高齢者向けの一番、えー、刺さりやすいというか、えー、広告の作り方をいろいろ検証した結果今 今現状作ってる広告がですねこれ今見れますすげえおばあちゃんが出てきた、はい、結論僕いろんな求,求人打ったり広告打ったりしてみたんですけどえおばあちゃんが出てるとおばあちゃんが来るんですよでも自分に似たような方が 年齢層とか性別に似てる方が広告に出てると同じような対象の人が来られるんででこれなんかちょっと広告にいろんなこれはオープンキャンペーンであの実際に100名の方に1万円配るってことをやったんですよ。で1万円配った結果純利益が190万上がったっていうのがオープンのキャンペーンであって年齢高い方がえのコンバージョンが上がりやすいような仕組みをいろいろ作ってました例えばこのクロスワードが入ってるとか。 折り込み広告の中にクロスワードが入ってると高年齢の方ってそれだけ残しとくんですよで空いてる時間にそれをクロスワードを解いてみるとか、えー、とこれはオープンキャンペーンなんでこういうオープン時に配ったもですけどあの新庄さんの広告だったりとかも入れてます折り込み新庄さんが監督になられた時は強しキャンペーンで246人に要は5000円のプレゼントをしますとかそういうキャンペーンもやってます。でこれ 意外とこのクロスワードがあのコマンションが高くてあのこれを取っておいてもらってこのクロスワードを解くと答えが、えー、たこれの時はタンスの小屋しかなになってそれをこのキーワードをお店に伝えると1万円もらえますとただあの一品はこの裏面に商品買い取り商品が書いてあったんですけど一品は何か持ってきてください切って例えば60円の切って1万,円1万円持ってきても1万円もらえますよっていうキャンペーンなんですよでこれで200名300名ぐらい集客できたんで それを LINE で会員になってもらって LINE の登録も50%の方が会員になってくれるんででこれで来たこ,れこの広告で来たお客様が80%以上が、えー、55歳以上の女性だったんですよねで、えー、それ以外の,あの10%ぐらいは男性も来たんですけども、えー、5%ぐらいしか来てないその 50, 50歳以下はなんで高齢者の方が95%来られるような店っていうここの打ち方でやらせてもらって今4か月間ずっとその数字を推移してるんで 高年齢者向けのアプローチをすれば、まあ、高年齢者が見るような本とか病院に置いてあるフリーペーパーとかそういうところに広告入れてるんであのターゲティングをかなりしてあの配ってる感じですねで集客は今のところは順調に来てます前半戦を終えた今事業計画の穴は見つからない完璧といえるビジネスプランに虎がうなる次回後半戦 三浦がフランチャイズ版タイガーファンディングに挑むその理由が明かされる令和の虎でね知り合った気持ちですよ